Necessary, not necessary, not necessary. Isn't that a big dragon that we had to just face? And there it is. Taken care of. Thank you.
Nope, not that way. I just stop right there. What the hell we gotta do? We gotta collect all the glyphs. Oh, damn, man, I thought that. Thought it was another one. Because it kind of looked great from what I'm seeing.
This way. Water crystal. Well, yeah, we got the earth glyph. I'm assuming there's a fire glyph somewhere. And there may be a water glyph. Honestly, I can't help but feel like we're trying to summon Captain Planet. But we'll see. お待たせ。バッチリだ。なんたってネームドモンスター狩りだ。準備は万端。けど今日俺たちが倒しに行くターゲットってのは、まあ成り行きでだけど。あれだよな、プレミアちゃんと一心同体で戦い抜いたっていう。なぜか噂になっちゃっているんだよな。何にしても討伐経験者がパーティーにいる。でもあの時は俺やリスたちも合わせると14人。 マサカ、勇気とシノンとストレアも呼んで。それでも6人か。相手が高レベルなのは間違いないけど、前の戦闘でパターンは掴んだからいけるさ。そりゃおめえはいけるかもしれないけど。大丈夫だって、事前に動きは教えるから。とはいえ火力はちょっと足りないかも。だったらもう一人くらい誘った方がいいんじゃないか。ログインしているメンツに連絡すれば 誰か一人くらいは引っかかりそうなもんだろ。その話聞かせてもらったわ。フィリオ、私もそのネームドモンスターを狙っていたんだよね。なんだ、誘う手間が省けたじゃねえか。生半可なバトルじゃなさそうだけど問題はないのか。大丈夫、私がどれだけの修羅場をくぐり抜けてきたと思ってんの。 それじゃあフィリアも参戦してくれ。よろしくな。うん、任せて。どうする、他にもメンバーを募るか。いや、今ログインしているメンツで誘えそうな人はこれで全員だな。なんだよ、他には誰もいねえのか。あとはユイならいるけど、さすがに ちゃんを戦わせるわけにはいかん。ってことで、このメンバーで討伐し、しゃあね、やってやるぜ。そんじゃ行くとするか。どんなお宝が出るかな。 すぐそこがネームドモンスターのいる場所だよ。うし、そんじゃ立ち回りの作戦を立てて。 よ、3人とも。ねえ、こっちこっち、あれ見て。あいつが先に戦ってるのよ。あいつ？Oh, it's him.
ジェネシス知っているやつか。ちょっとな、別に親しい。おいおい、押されてるみたいだぜ。っていうか、本来なら14人で戦うような相手にたった一人で踏ん張ってるっつうのか。なんで一人なんだろう。他の仲間がもうやられちゃったのかな。考えられるな。どうする。と当然よ。困った時はお互い様ってな。このレベルの相手ともなると勘弁。Oh, we actually get to fight. Oh, he's on a drug. On that drug. これが俺の実力ってところだね。なあおい、俺と勝負してみるか。だんまりかよ。クソつまんねえな。まモブをかばったヒーロー様っつっても、所詮は群れて戦ってた臆病。俺とどっちが上かなんてな、バカでもわかるよな、モブども。この野郎、好き勝手言いやがって。本当のことだろう。実力が違うんだよ、実力が。じゃあな、せいぜいモブ同士でヒーローごっこでもしてる。He's on a drug. なんだったんだよあいつ。何言われたの。いや大したことじゃないよ。どっちが上かわかるだろうってさ。今の戦いを見せるために先回りしてたのかな。わからない。あんな奴の言うことは無視しようよ。それよりあの戦い方、まるでトランスプレイヤーだ。トランスプレイヤー。けどトランスプレイヤーはアミスフィアの安全機構によって強制。あの豹変ぶりの正体。パパ、ユイ、聞きたい。このゲームでチート行為。ご存知の通り、このゲームの機関プログラムは SAO と同じカーディナルシ、カーディナルのセキュリティに対してデータの改ざん等は一切行えだよな。だから SAO 事件の時も一部の例外を除いて。何かあったんですか。
ちょっと違和感のあるプレイヤーがいてさ、そいつが不正な手段でゲームをしているかもって考えたんだけど、現状では不正を行う方法はないとしか言えません。となると、あの異常な強さは正真正銘の実力ってことになる。そこまで強いプレ…俺だけじゃなく、クラインたちも唖然としていたよ。ただのプレイヤーじゃないこと、ジェネシスの豹変ぶり、尋常じゃない戦闘内容、チートの可能性はないと分かっていても説明のつかないことが多すぎる。Oh, it was a little jelly belly. A little jelly belly. ん？誰だ？キリト、助けて。この声はストレアか？どうしたんだ？咳が止まらなくて、風邪をひいたみたいなの。風邪？ストレアがか…そんなの私にだってわからないよ。あ、わかった。とりあえずどうして風邪…本当？それじゃあ看病してくれる？その前に診察が先だな。はい。まず…うん、それは風邪の症状に近いな。他には？熱っぽいかな。あとは頭がクラクラするし。熱まであるのか。うん、つらいよ。だから看病してくれる？わかった。やれるだけのことはしてみよう。やった？あ、それで何をしてくれるの？まずは熱を測ってみよう。けど体温を測れるアイテムなんてそもそもあるのかな？聞いたことないから、直接筆で確かめるしかないと思うよ。そうだな。おでこを触っ、うん、どれどれ。あれ、今ので測れたの？おでこ同士をくっつけるんじゃな。その測り方は現実でもあんまりやらないと思うぞ。けどおでこ同士をくっつけた方がどのくらい熱があるかわかるんじゃないかな。確かに熱を比べるなら。This girl loves something. じゃあその、はーい、どう？あ、うん、やっぱり熱はなさそうだな。どういうこと？例えばデータ上に障害が発生して、それがゲーム内で発熱。よくわからないけど、俺が直せるかわからない。できる限り力になるよ。ありがとう。それで次の、ひとまず熱が出た時の対処をいろいろと実践してみよう。本当？待ってました。待っていた。ストレアも今の状況は何も分からず不安だら。そう、そうなんだ。うん、とりあえず濡れたタオルで。はーい。どうだ？冷たいけど、これはあんまり嬉しくない。そっか、発熱と症状は似ていても実際に体温が上がっているわけじゃ。でも心配してくれているのは伝わっているから、その調子で看病してくれると嬉しいな。ああ、任せてくれ。熱が出た時は、あ、せっかくタオルがあるなら私の体を拭くのはどうかな。体を拭く？現実でも熱が出て汗をかいたら濡れたタオルで体を拭く。そうだけど、そもそもストレアは熱もないし汗も。じゃあ拭いてもらうのは諦めるよ。他にしてほしいことはあるか？少しお腹が空いちゃったかも。よし、俺が何か作ろう。
味は保証できないけど。本当？嬉しいな。じゃあ、お風邪をひいたらおかゆを食べるんでしょ？まあそうかな。ありがとう。あとは調味料を設定して。ワクワク。何か言ったか？なんでもないよ。Oh shit.どんどん食べてくれ。うん。はいはい。綺麗に食べ終わったな。少なくとも食欲は普通みたいだ。でもまだまだ気を抜かない方がいいと思うな。あ、そうだな。他にも一つずつ熱が下がる方法を試してみよう。もしかしてアイテムの使用でストレアの体調を治せるかもしれない。毒や麻痺といったデバフを治すアイテムならあるけど、風邪を治すアイテムってあるのかな。解毒ポーションとかいろいろ試してみる価値はあると思う。今用意するからな。これねえ、もしかして今取り出した大量のアイテムを私が使うの？回復、解毒、その他状態以上に効果があるポーションだ。まずは回復ポーションだ。ほら飲んでみて。うん。それなら次は解毒ポーションだ。変わった感じはしないよ。ダメか。それじゃあこっちだ。うん。どうした？食べたばっかりでこんなに。そうか。ポーションなんかに頼らずに他の看病をしてみて。でも他に俺ができることってあるかな。あるよ。まだ試していない方法が。どんなことがある？キス。はぁ？キス。うん。Oh, wow. 風邪はよくうつすと治るって言われている。だからキスをすればうつせるんじゃない。それ俺が代わりに風邪をひく。というかそもそもオリジンにそんなシステムがあるとは思えないし。やってみないとわからないよ。でもさすがに本当にそれしか方法があっても。 This dude is such a fucking blink。 キスしないばっかりにストレアにもしものことがあったら。わかった、ストレア。本当？それじゃあ目を。うわっ！何？急にメッセージが。ストレアさんに病気の看病の話をしたら笑顔で飛んで行ったんだけど、そっちに行った。ストレア。はい。風邪じゃないのか？ごめん。本当は私アスナから看病の話を聞いてすごく憧れちゃって。I'd be fucking pissed。ストレアがストレアの弱った姿なんて見たくないし、無事だったならそれが一番いいよ。ただ本当に心配だから、もうこんな嘘はやめてくれよ。うん、ごめんね。ありがとう。でも今回のことでたくさん学べた。次ってなんだ？もちろん私が看病するときだよ。精一杯頑張るし、試しきれなかった解熱方法も実践。大丈夫だよ。俺が熱を出したら。私に看病させてくれないの？それはほら
俺の弱ったリーファなら今までもお互いを看病し合ったこともあるから。それじゃあリーファに教えてあげなきゃ。何を？リーファに私が学んだ看病のやり方を教えるの。体の汗拭きとお粥の口移しと添い寝と。変なことを吹き込まないでくれ。So this is one case.